はい、ひじです。視聴者の皆さん、キャンプが始まってから僕の動画や配信を毎回見てくださり、チャンネル登録もしていただき誠にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さて、今回なんですけど、元ソフトバンクのディック・バンデンハーク投手をヤクルトが獲得間近との情報が出たということで、バンデンハーク投手のソフトバンク時代を振り返り、まだ通用する可能性があるのかということや、来日時期、そして僕はバンデンハーク投手にどういったポジションでの活躍を期待するかといったことを解説していきたいと思います。ということで、まずはソフトバンク時代について振り返っていきましょう。6年間で各年の成績と通算成績はこちらのようになっています。初登板から2年間で14連勝を達成し、プロ野球記録を作ったというのがバンデンハーク投手の一番有名なところですね。初年度の2015年から高い勝率で勝ち星を挙げており、2017年から2年連続2桁勝利を記録するなど、通算6年で84先発 509.1 イニング43勝19敗とかなり安定して数字を積み上げてきました。セリーグファンでもバンデンハーク投手は優秀な外国人のイメージがかなり強いので、かなり獲得できたのは美味しい気がするんですが、ここでバンデンハーク投手の NPB でのキャリアを最初の3年、最後の3年で分けて比較し、今年以降も活躍してくれるのかを、これ以外の指標も見ながら考えていきたいと思います。3年ごとに切り分けると、最初の3年はある程度右肩上がりというか、順調にキャリアを進めているのに対し、最後の3年は右肩下がりで成績を落とし続けています。特に最後の2年ほとんど投げていないのは、何度も怪我に悩まされたからですね。2019年はキャンプ時点で腰の張りを訴えてリハビリ組、6月に1軍で登板したものの、登板直後に右肘を痛めて9月までリハビリ組と2度の長期離脱。2020年は開幕ローテにこそ入ったものの、7月に背中の張りを訴えてシーズンの最後の最後にようやく復帰と、ここ2年は怪我と戦っている期間が長かったのが不安です。このように怪我の影響もあったとは思われますが、ここからはバンデンハーク投手の奪三振率、予祝率、非本塁打率に注目して、これまでのデータを振り返っていきます。まずは奪三振率です。奪三振率とは9イニングあたり何個の三振を奪うことができるかという指標で、9を超えていれば1イニングあたり1つの三振を奪っている計算になります。バンデンハーク投手の通算は 9.60 なので、1イニングあたり1個以上三振を奪い続けてきたということになりますね。しかし、最初の3年間と最後の3年間を比べると、最初の3年が奪三振率 10.26 に対して、最後の3年が奪三振率 8.60 とかなり落ちているというのが現実です。続いては予祝率です。予祝率も奪三振率とほぼ同じく、9イニングあたり何個のフォアボールを出しているのかという指標なんですが、バンデンハーク投手の通算は 2.78 となっています。まあ、完全な僕のイメージでは、予祝率は3前半であれば普通ぐらい、2個台であればぼちぼちいい、1個台ならコントロールに自信ありみたいなイメージなので、まあ、通算で見ればコントロールはいい方に見えますね。まあ、しかし、これも最初の3年と最後の3年で分けると、最初の3年が予祝率 2.30 だったのに対し、最後の3年は予祝率 3.63 まで落ちてしまっています。2020年のヤクルトのピッチャーで例えると、予祝率 2.23 の石川投手から予祝率 3.86 の高橋奎二投手になったみたいな感じです。まあ、目に見えた怪我の影響だけでなく、10勝を挙げている2018年もリーグ最多となる61個のフォアボールを出しており、この辺りから急激にコントロールを乱しています。最後に非本塁打率を見ていきます。非本塁打率も前の2つと同じく、9イニングあたり何本ホームランを打たれたかという指標で、通算は 1.18 となっています。ちなみに非本塁打が多いことで同じみのヤクルト小川康弘投手の過去5年間の非本塁打率も 1.18 なので、まさに小川投手くらいホームランを打たれているというイメージですね。まあ、これもまた最初の3年と最後の3年で比べると、最初が 1.04、 最後が 1.44 としっかり数字を落としています。2018年には最多非本塁打数となる21本を浴びていますね。ペイペイドームもテラスの存在によってそこそこホームランが出やすい球場だとはいえ、これが本拠地を神宮球場にしたら相当ホームランを打たれるんじゃないかなと心配になりました。続いて近年のバンデンハーク投手の投球内容を見ていきます。まあ、主にまっすぐ、ナックルカーブ、スライダー、チェンジアップの4球種を投げ分けている形ですね。ナックルカーブだけは2018年から継続して打たれていません。セリーグ相手ならナックルカーブの軌道は慣れられていないと思うので、この球種はかなり通用しそうですね。しかし、ストレートやスライダーといった球種が2020年になって急激に悪化しています。怪我の影響なら問題ないんですが、35歳という年齢から単純に劣化している可能性もあるので、そこは心配です。続いて補足として、ツイッター上で確認したソフトバンクファンのバンデンハーク投手に対する説明について紹介していきます。ここまで僕が紹介したデータで立証できるような意見もありましたが、その他に完投はできない、クイックが苦手、数試合に1回大炎上するといった意見を見ました。まあ、完投能力に関しては確かに NPB 時代で一度も完投はしていないので納得です。ただ、ヤクルトとしては6回から7回投げてくれれば普通に戦力となりますし、完投なんていう高望みは一切していないので、まあ、問題ないですね。そして、クイックが苦手でフリーパスというのは確かに問題ではありますが、
6年 NPB を経験して上手くなっていないということは、35歳になって急激に良くなるということは考えられないので、そこは目をつぶることにします。数試合に1回大炎上するのに関しては、本当に数試合に1回であれば、去年の新外国人投手と比べると戦力的にプラスになるので、むしろ朗報ですらある可能性があります。続いて、バンデンハーク投手はいつチームに合流できるのかという話です。これに関しては、バンデンハーク投手のビザが期限切れになっていることから、いつ合流できるかわからないことになっています。新外国人のサイスニード投手が渡航制限の影響で合流がいつになるのかわからないことから、保険としてバンデンハーク投手に目をつけたら、こちらもビザの期限切れで結局開幕に間に合わないというオチなのか、そもそもサイスニード投手の合流時期が未定だとか、そういうことを関係なく、6人目の外国人として調査を進めていたのかはわかりませんが、外国人5人体制で確定のままシーズンを迎えると思っていたので、そういう意味ではこの報道はかなり朗報でしたね。僕はあまり詳しいことはわかりませんが、もともと日本に長期滞在しているのであれば、新規入国よりもビザが取りやすいみたいな話をツイッターで見かけたので、真偽がどうかは別として、サイスニード投手よりは早く入国できる可能性がありそうです。ということで、これまでの話を踏まえて、バンデンハーク投手に対してはどういう役回りで期待すればいいのかについて説明していきたいと思います。結論としては、従来のバンデンハーク投手のイメージのように、ローテーションの一角としてガツガツ活躍してほしいというよりは、あくまで既存の先発陣やサイスニード投手の保険として考えておくのが一番だというのが僕の考えです。何度も怪我を繰り返しているという点や、先ほど紹介したように直近3年間で諸々の指標がガクッと落ちている点や、35歳という点を考慮すると1000球の活躍は厳しいという見立てですね。ただ日本での経験は豊富ということや、カーブはまだまだセリーグのバッターに通用しそうなことを考えると、当然きっちり活躍できる可能性もあるので、保険としては贅沢すぎる投手を獲得したと思います。一応僕の中では保険扱いになっていますが、当然復活してローテーションにバッチリ入ってくれるのが理想ではありますね。現状のヤクルト先発陣を考えると実現しそうな気もするので、いいような悪いようなといった複雑な気持ちです。最後にバンデンハーク投手が入団したら背番号は何番になるのかを少し予想しておきます。筆頭候補なのは34番と15番ですね。34番といえば金田正一投手の背番号として知られていますが、近年はバーネット投手の影響が強いのか、デイビーズ投手、オーレンドルフ投手と外国人投手につく傾向が強いです。直近では山田裕樹投手がつけていましたが、山田投手も元ソフトバンクということで、シナジーとしては34番が一番近いのかなと思います。また15番も FA の伊能投手のために大下投手から剥奪したとは思われますが、伊能投手に見事に振られて現在15番は基盤になっているので、この唯一の10番台である15番も可能性としては十分にあります。そして他の候補としては、スアレス投手が2019年につけていた70番、そして大穴として同じオランダ人のバレンティン選手がつけていた4番まで考えられますね。はい、以上がバンデンハーク投手の解説でした。まさかね、ここから補強があるとは思わなかったので、僕もかなり興奮しています。先発ローテ争いもこれでさらに面白くなると思うので、3月以降のヤクルト先発陣の競争に期待しましょう。ということで今回の動画は以上となります。今回の野球クイズはこちら。前回のクイズとその答えはコメント欄にあります。よかったら高評価、チャンネル登録、概要欄から Twitter のフォローをよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。では。